プライムタイムエミー賞はアメリカ合衆国で夜間のプライムタイムに放送される優れたテレビドラマやバラエティ番組を表彰する賞。エミー賞には放送時間帯などで対象が異なるいくつかのアワードがあるが単にエミー賞というと通常はこのプライムタイムエミー賞のことを指す。毎年9月に受賞式が行われる第45回プライムタイムエミー賞の 受賞式リハーサル1993年、プライムタイムエミー賞は2008年で60周年を迎えた。第一回表彰式は1949年1月25日にハリウッドアスレチッククラブで開催された。当時はロサンゼルスの地方ラジオ局のみで放送された。1955年以降は NBC 放送を通じて全米で放送された。現在は NBC、FOX、ABC、CBS の4曲持ち回りで放送されている。メインの受賞式から漏れてしまう賞やスタッフ大賞を中心とした賞は、プライムタイムクリエイティブ、アートエミー賞としてまとめられ、表彰式も別に行われる。プライムタイムエミー賞の受賞式は、毎年9月に行われる。大賞作品は、前年6月1日から5月31日までの、 間、午後6時から午前2時の間に放送された番組で全米の少なくとも50%の地域で放送されなければならない。また、ネットフリックスやアマゾンプライムビデオなどのストリーミング配信作品はプライムタイムエミー賞かデータイムエミー賞のどちらにエントリーするか選択できるがどちらか片方にしかエントリーできない。プライムタイムエミー賞には 数多くの賞が存在するが、メインの受賞式で発表される主要部門以外は、プライムタイムクリエイティブ、アートエミー賞として1週間前に受賞者が発表される。メインの受賞式で発表される主要部門のうち、特にコメディシリーズ部門、ドラマシリーズ部門、リミテッドシリーズ部門は、主要3部門とされており、この3部門の作品賞、演技賞、監督賞、 脚本賞は特に注目される。2020年現在、プライムタイムエミー賞は以下の部門に対して贈られる。部門は変遷しているが2016年現在、プライムタイムクリエイティブ、アートエミー賞は以下の部門に対して贈られる。ありがとうございます。